スターシップトゥルーパーズ、スターシップトゥルーパーズ、現代、ストシェップトゥルパースは、1997年製作のアメリカ映画、ポール・バーホーベン監督作品。ロバート・エイ・ハインラインの同盟 SF 小説、砲台、宇宙の戦士を実写映画化した作品。民主主義崩壊後の新政府、地球連邦では軍部を中心とした、ユートピア社会が築かれていた。 社会は精廉で、人種、男女の差別なく全く平等に活躍しているが、軍歴の有無のみにより春別され、兵役を経た、市民は、市民権を有し、兵役につかなかった、一般人、劇場版日本語字幕では、庶民には、それがない。銀河全体に植民を始めた人類だが、その先で遭遇した先住の昆虫がダウ生物。 アラクニドバグズの領域を犯したため紛争が発生し、アラクニドバグズが地球に対し小惑星を突入させる奇襲行を仕掛けてきたため、全面戦争が始まった。主人公、ジョニーリコは高校卒業後地球連邦軍に入隊して、宇宙戦艦のパイロットを死亡するカルメンイバネスに憧れ、一般人の両親の反対を押し切って軍に入隊。優秀なカルメンは艦隊アカデミーへ、 超能力者の友人、カールは、情報部へ配属されるが、リコは、機動不評隊へ配属され、訓練キャンプでしごかれる日々を送る。訓練中、自らの判断ミスにより、同機一人を殉職させる事故を起こしたことで、一旦は除隊しようとしたリコだったが、気中攻撃で、故郷ウエノスアイレスが壊滅したため復讐心に燃えて、機動不評に服し、宇宙での戦いに加わる。 厳しい戦いで仲間を次々に失う中、次第に戦士として成長していくリコ。そして進行した惑星で知能を持ったバグ、ブレインバグに囚われたカルメンを救出しようとする。カールの超能力、テレパシーでカルメンの居場所を感じ取ったリコは、バグズの巣の中からカルメンを無事救出し、地上へ戻ると元訓練教官のズイムがブレインバグを逆に捉えることに成功しいた。 そこで、再び兵士募集のアナウンスが流れ、この映画全体が、戦意公用、新兵募集のためのプロパガンダ映画のパロディーであった、ことが強調され、エンドロールとなる。フィルディペットのストップモーションアニメーションを使って、巨大昆虫と戦う映画を作りたいというバーホーベン、監督の構想と、宇宙の戦士の映画化企画とが合流したもので、1983年頃から、 準備が進められていたが、諸事情により企画は一時頓挫した。その後、バーホーベンとティペットはロボコップを制作、さらにティペットはジュラシックパークを機に CG へと転向した。そこで、改めて CG を使った SF アクション映画として、企画が再浮上することとなった。この二人に加え、制作のジョン・デイビソン、脚本の絵とニューマイヤー、 音楽のベージル・ポール・ドゥリス、撮影には、ヨスト・バカーノと、ロボコップ第一作のスタッフたちが再結集した。DVD のボーナストラックで、監督やプロデューサーが述べているように、ナチス・ドイツのプロパガンダ映画、一種の勝利のパロディ映画であり、原作者ハインラインが想定した、全体主義社会やナズムに対する皮肉が多く、込められている。しかし、ワシントン・ポスト紙で、 ナチズムライサン映画と告評され、制作陣を困惑させた。ウォリアーバグの独特の鳴き声は、音源にエレキギターを使用している。作中で兵士が使っているライフルは、森田式ライフルと呼称されている。バグによる人体切断などの残虐なシーンがふんだんに登場し、また男女混合の全裸のシャワーシーン。ただし局部は見えないもあり、アメリカでは、R 指定。 成人向けとなった。太陽系からは、離れて位置する連星クレンダスの惑星に住む、昆虫型生物。原作小説の彼らは、荒国ドの名の通り、知能と新社会性を備える巨大な雲であり、どの個体も基本的に同じ姿をしていた。一方、劇場版である本作では、やはり新社会性を持つものの、何種類もの姿や能力を持つ、 巨大昆虫のような集団として描かれており、荒ドの名は意味を持たない描かれ方となっている。彼らが全て同じ種に属するのか、共生関係にあるだけなのかは不明。宇宙に胞子を放出することによって他の惑星へ侵入、コロニーを増やし活動領域を広げていく。アニメ版のスターシップトゥルーパーズクロニクルズには宇宙船の役割を果たす種が存在し、これによって 宇宙空間を移動する。クレンダス星への地球連邦軍の攻撃時を含め、昆虫型生物以外の生物が一切登場しない。ウォリアーバグは強い繁殖力を持ち大量に描かれている一方、何をエネルギー源として活動しているのか不明である。人間を殺すのも食事のためではないようで人体を切り刻むだけで捕食するシーンはない。 2003年には、ティッペットの初監督作品となる続編、スターシップトゥルーパーズ2が作られているが、こちらは、軍の指導者を分かりやすい役立つな存在として描いた、シンプルな反戦的脚本になっている。2006年5月、第3弾の制作の可能性が発表された。また一作目で主演を務めた、キャスパー・アーバン・ディーンは、自身のオフィシャルサイトで同企画に関わっていることを明かした。 スターシップトゥルーパーズ3は2008年7月19日に日本で同年8月5日にアメリカで劇場公開された。前2作で脚本を務めたエド・ニュー・マイヤーの初監督作であり、1作目の監督だったポール・バーホー・ベンが制作葬式として携わっている。2012年7月、荒牧晋司監督による第4作、スターシップトゥルーパーズ・インベージョンが 劇場公開された。本作は日本の CG スタジオ、ソラデジタル ARTS が制作したフル CG 作品であり、主要スタッフを日本人が務めている。2018年2月、第4作に引き続き、フル CG となる第5作が公開された。本作とは無関係だが、2001年公開の放題、クロー主演、ゲイリーシニーズでは、 本作で利用された衣装や映像が流用して使用されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。